孫悟飯、やっぱり生きていたか。今度は逃がしはしないよ。こちらもフルパワーを出して殺す。ご飯さん、あなたでしたか。この巻物ですか。これは俺の過ごした時代の歴史です。17号と18号にみんな殺されてしまって、唯一生き残ったご飯さんも、母さんがタイムマシンを作らなければ俺も、そして地球は今頃。歴史を変える機会を作るのはあまり褒められたことではないがの。はい。ま、今さら言っても作ってしまったもんはしょうがないが。まさか、この歴史にまで、すぐに向かいましょう。トランクス。はい。あなた、分かっているわよね。はい。では、お願いします。C16 hat in der Zeit nichts zu suchen. Also weg mit ihm. Son Goku の息子を殺す。この強さ、あの二人以上だ。Obwohl? 俺が食い止めるから早く逃げるんだ。任務の邪魔をする者も殺す。一体なぜこの歴史に。ご飯さん、何としても守り抜いてください。俺の分までお願いします。 Vielleicht gibt's ja sein Modell irgendwo, liegt nur rum. すごいな、明
Weil nicht gebraucht wurde oder so. Oh, gleich der nächste hier. かなりの潜在能力を秘めている。俺のさらなる進化のために、いただくぞ。その霧を。まずい。いや。今の操作を実力では皆を倒すのは無理じゃぞ。しかも16王の戦って傷ついておるんじゃ。いくら二人がかりでも勝ち目はないぞ。強すぎる。たあいもない。 すぐ楽にしてやる。 Da kriegst du keinen Schaden mehr hier. Oh ja. お前の好きにはさせないぞ! ほう。 トランクスか。 トランクス? どうしてここに。確かにさ。いや、違う。もしかして君は何やってんの、フランス。最強の座は誰だ。でも俺にはご飯さ。それくらいでちょ。なぜ倒せない。 いくら3人がかりとはいえ、俺の方が力は上のはず。なのに、ゴハンさんは殺させないぞ。トランクス、君は未来から来たんだよな。ブルマさんのタイムマシンが完成したんだな。立派になったな、トランクス。はい。そうだ。 越しちゃいられない。17号と18号が町を襲ってるんだ。そうだった。そしてこの後ゴハンさんは、ゴハンさん、俺も一緒に戦います。今なら、今の俺なら、もう足手まといにはなりません。何言ってるのよ。絶対そんなことしちゃダメよ、トランクス。ここでゴハン君を助けてしまったら、あなたが歴史を変えてしまうことになるのよ。それでも俺は。 トランクス、お願い、トランクスを止めて。トランクス、何か俺に隠していないか。それは、大人になった君が無事だってことは、未来は大丈夫なんだな。ならこの戦いにもきっと意味はある。それで十分だ。そんな、嫌です、ゴハンさん。トランクスにも ご苦労じゃったな。ちょっとあの子には荷の重い歴史だったわね。迂闊だったわ。にしても、 本当に飛び出していっちゃうなんて、これで本当に歴史を変えるようなことをしていたら、
もう一度修正に行くことになってたわよ。そんなの余計辛いに決まってるのに。助かったわ、ありがとう。トランクスは少し休ませる方がいいじゃろう。巻物のチェックはわしらでやっておこう。しばらくあなた一人に負担をかけてしまうけど、頼むわね。おお、来たか。こないだの歴史の改変だがの、完全に修正できておらんかったようなんじゃよ。あの時現れた人造人間16号が倒しきれていなかったみたいなの。あやつは本来の歴史にはおらんはず。目覚めさせたのも復活させたのもやはり。とはでしょうね。彼もまた確実に強くなっているわ。行ってきてくれるかしら。すまんが頼むぞ。戻ってこれたんだな、俺の時代に。過去だけじゃなく、この時代も平和にしなくちゃ。ここに16号か。それにも様子がおかしい。この通信本来ならトランクスの方が実力は上のはず。そもそもパワーアップされているわね。トランクスを守りながら戦うのよ。Da ist sie auch schon Cell. Die machen wir fertig. それにしても、なぜ俺の名前を知ってんだ。そうか、お前過去に言ったな。妙に事情に詳しい。ターニット、トランクス。素性は知らんが、味方のようだ。私の他にも人造人間がまだ残って。それくらいで調整。Ich glaube, Cell in der ersten Form gab es in diesem Spiel auch nicht. ありがとう、悟空さんたち。あなたにもお礼を言わないと。
ったか。お疲れ様、頑張ったわね。トランクス、勝手なことをしてすみませんでした。分かってるならいいわ。あなたの気持ちも分かるけど、私は立場上それを許すわけにはいかないの。はい。あなたにも謝らなければいけませんね。すみませんでした。それからありがとうございました。孫悟飯、やっぱり生きていたか。今度は逃がしはしないよ。こちらもフルパワーを出して殺す。俺は死なない。たとえこの肉体は滅んでも、俺の意志を継ぐ者が必ず立ち上がり、そしてお前たち人造人間を倒す。ご飯さん、ええのか。少し歴史が変わってしまっとるようじゃが。あれくらいなら私が巻物まとめるときに消えちゃうわ。でもそうね、残しておきましょうか。うん、ま、あれくらいの変化なら歴史に影響はないだろうしの。わしも見なかったことにするか。